横歩取り4合格戦法の撃退方法を紹介していきます。7六歩に3四歩、2六歩に8四歩、2五歩、8五歩、7八金、3二金、2四歩、同歩、同飛車、8六歩、同歩、同飛車、3四飛車ですね。これが横歩取りと言われている基本的な形です。ここからいろいろな変化手順が出てくるんですけど、4合角戦法ですねの場合は角交換を後手がしていきます。同銀といった時に次に2八二歩を垂らします。でこれに対して同銀といくと4合角を打ってきます。これが後手番の4合角戦法と言われている形です。はい、ですね、見ても分かるように先手が340ですね。つまりまあこちらですね、もうすでにこの場面で、まあ、先手有利ということですね。つまりこの後手番が使っているこの4合角戦法というのはまあ戦法として不十分だということですね。戦法としてきちんと成立していないということです。まあ、いわゆる奇襲戦法ですね。ですので、この4合格戦法を採用するっていうのは、まあ、不利になるってことですね。不利になるんですけど、使っている人がいます。なぜかというと、4合格戦法の恐ろしいところは、きちんと正しくこう受けないと、はめつぶされてしまうんですよね。ですので、この先手側をはめつぶすのが目的で来てくる人がいます。実際に、この受け方を知らないと簡単にやられてしまいます。ですので、4合格戦法に対して、正しい受け方を知っておく必要があります。でちなみにですね、この4合格戦法は、まあ、見ての通りですね、もうすでにこの序盤でですね、先手がね、有利になる戦法ですので、あまりよろしくない戦法ですので、これを、まあ、主軸とした、戦法とするのはやめた方がいいと思います。この4合格戦法を習得して、勉強して、で、通用するのは、級位者のみですね。有段者になってくるとですね、大概の人が、4合角戦法の受け方を知ってるので、通用しなくなります。そうなってくるとですね、今までこう、勉強してきたものがですね、無駄になってしまうので、結局、4合角戦法を使っても、勝てないので、もうすることがなくなってしまうんですよね。そうなってくると今までこう勉強してきたものがこう無駄になってしまうので、だったらもう最初から4合格戦法は使わない方が得だと思います。ですので4合格戦法に対しては自分が使うのじゃなくて、してきた場合の撃退方法を学ぶ方が得策だと思います。まず4合角戦法 の、成功例ですね、その相手の狙いですねを見ていきます。この角がですね、飛車に当たっているので、例えばこう2四に、かわして、ここで、2三歩打ちをしていきます。でさらにこう2六までねかわして、この歩をですね、守ってね、2六歩、2六飛車ですね、押するとですね、こうするとですね、4五角戦法の呪術にはまってしまいます。はい、クジラちゃんもこれはやばいみたいな顔してますね。どうまずいのかね、ちょっと前を見ていきます。これですね、角をこう切るんですね、いきなり。
これ同金としてこの銀をですね、紐をですねくっついてたこの金を剥がして同飛車と生きるんですね。そうするとですねこの竜がですね暴れまくるんですね。脅威ですね、恐ろしい。これですね桂馬と香車が取られるんで、まあ逃げます。ずっとこの香車を取りながら王手をしてるんですね。クジラちゃん怒ってますけど、これずっとこれ続けていくと泣き顔に変わっていきます。はい、これはもうどうしようもないです。これがあの四五角戦法の狙いです。で、戻りまして、そもそもこの歩一発ですね、これ言えてますけど、これは何を意味するのかっていうところなんですけど、これはですねこう同銀とですねしてもらうのが、まあ、目的なんですね。まあどういうことかと言いますと、まずはですね、角交換をしたところで、まあ、2八歩とですね打たずにいきなり4五角とした場合どうなるかを見ていきます。すると、まあ、2四飛車ですね。で、2三歩打ち。で、ここで、まあ、2八まで飛車が引けるんですね。するとですね、先ほどのように、角ですね、6八、角成の同金ですね。で、ここで、8八飛車成り、同時に飛車で取り返されるんですね。ところがですね、ところがここに2八を一発垂らしたら同金ですね。で角打ち、4五角打ち、2四飛車、2三歩打ち、この時に2八まで引けないですね。銀が邪魔して、これが狙いなんですね。で結局ここに引くしかなくて、今手が成立してまうんですね。理由ができるんですね。こういう理由があって2八に歩を打つんですね。これが4五角の狙いです。で今からあの4五角戦法の撃退方法を説明していきます。はい、4五角打ち、さあどうぞ。2四に行くのは同じです。でこう2三歩打ちをしたのはね、ここですね、この場面、次の一手なんですけど、もう飛車はもう見殺しにします。見殺しにする代わりに後手側の飛車をいただきます。これ飛車を狙いながら1一にも睨みを利かしています。でここで後手側がどうするかなんですけれど、まあ、例えば、まあ、飛車を取ってきます。するとこちらも飛車をいただくんですけれど、この8六角がですね、次にですねこの5三地点になれるんですね。ということで手番を握れるんですね、先手側が。で、まあ、例えばですね銀が上がって、まあ、守ったとしましたら、今度は角を引いて1一を狙う。それは困るので、まあ、銀が当たるとすると、ここですね8五飛車打ちがですね決まりますね。これですね見えますけど、けどねこれ、まあ、当然ねこれですね、桂馬と角の両取りなんですけど、もっといい方法がありまして、8二に歩を打つんですね。でこれ放っとくと金ができるので、こう同金でいくんですけど、ここで8五飛車打ちすると、今度は銀と角の両取りなんですね。
価値の高い銀がねいただけるというね、こういう流れですね。はい、先手優勢です。で、戻りまして、ですね、まあ、例えばこの7六飛車として、まあかわしたらどうするかなんですけど、この場合はこの飛車をですね8筋に転換していきます。次になりますよ。はい、で鳴らすわけにいかないんで歩で受けるんですけど、この場合は歩を合わせていきます。で金がですね7二金として、まあ強化していくんですけど、まあ、構わず歩を突きます。8二歩成で同銀といったときにですね、はい、8七銀としてこう飛車に当てるんですね。でこちらに回る。で回ってきたら歩を打つと。でこの場合ですね、まあ、引かずにですねこう突っ込んできた場合です。で角を切ってきた。同銀と同飛車になります。次になりますよと。ここでいい手がありまして1八角打ちがね成立するんですね。これがですね、もしかわして2八竜としたら6三角成と成り捨てます。同金といくと飛車が銀を取りながら暴れ込むと。はい、これで先手優勢ですね。はい、で戻りまして、ここでですね社会に、まあ、あの交換してきた。このところどうなるかっていうところなんですけど、これもまた優勢なんですね、先手がですね。まあ、例えばですね、ここで、まあ、後手側としたらこの角成りが、まあ、気になるんで、まあ、歩を打ってかわしたら今度はこっちを攻めていきます。はい、2三歩打ち同銀ですね。いったら飛車をぶった切ります。同銀というけどこで飛車打ちが成立するね。王手、で暴れまくると。はい、これも先手勝勢ですね。はい、戻りまして、もし後手がですね飛車をですね切っていった8八飛車成り、この時は同角とします。そうすると飛車取られたんですね。こう取ると、そうするとですね相手は飛車が取れた、銀も取れた、先手側は飛車だけで銀損してるんですね。銀取られちゃったんでね、先手は銀損してますこの時点けど、手番はこちらにあります。はい、馬作りますね。1一角成で後手は次これ桂馬が取られるんで、まあ、桂馬を跳ねて桂馬を守りながら馬のラインを消します。でこれに関しては3六強打ですね。で、後手の返し技が6六金打ち。これ同歩といってですね、角が成って金を取れます。こうなると先手が損をしてしまう、後手優勢になってしまいます。で
ですので、この6六銀打ちは取れないんですね。でこの時は、まあ、どうするかというと、もう攻め合います。3三香成、6七銀成、3二成香、7八成金、3一成香、でここでですね、また例えばですね、7九飛車打ち、こうしてきた場合ですなんですけど、まあ玉かわします。と6七角成ね、こう迫ってきたんですけど、恐ろしいですよね。ちゃんとこれ向かってるんですね。先手1680、先手調整なんですね。この場面なんかちょっと怖いんですけど、しっかり受けるのが大事ですね。5八銀打ち、これ同馬同銀ですね。4九銀打ち、怖いですね非常に、まあ、逃げれない。 A3 足逃げれない、しかもこう金に当たってる、なんかこういけるのかって感じですよね。いけるんですね。でこれ実はこう積みそうって積まないんですね、この形ですので、こちらをケアする必要はないです。ほっときます、この辺は大丈夫なので、こちらの方を攻めに専念していきます。3三馬ですね。6二玉二二飛車ですね。で5二金打ちなんですけど、歩を一発合わせていきます。はい、まあこれ王手じゃないんでね、こんなことする余裕があるってことですね、こちらには。でね、5八成銀で、まあ同玉ですね。でこれもう詰まないですね。こういくら頑張っても、まあ理由ができたとしても逃げればいいんで、王手してきても金だわ。で送りの金をねしてきてもね、同玉に王手をされても、これでもうどうしようもないですね。はい、で引いたとしても王手ですね。で、竜で取って、で、竜を狙っていくと。で、かわす、歩を打つ。で、これで最後。逃げると、銀打ちで、飛んでしまうんですね。ですので、これ、竜で飛ぶしかないんですね。当然、桂馬を取られて、同銀ですね。もうこれで勝負ありですね。99,999ですね。戻りまして、そうですね、じゃあこう同歩ですね。同歩といった場合どうするかなんですけど、この場合は6三の地点に歩を一発入れます。で同玉と刺しておいて、5二飛車成、で同金、7五桂打ち、6二玉、6三歩打ち、こちらにかわすとですね、7二玉といくとですね、はい、6二金打ちに同金に同歩成同銀といった時に、8三角打ちで、7一玉に7二金打ちですね。戻りましてね、ここでもし6一玉と引くとですね、8三角打ち、7二飛車打ち、同角成、同玉、8三金打ち、6一玉、6二飛車打ち、同金で
5一に金打ちで詰みということになります。はいはい、以上がですね、まあ、4五角戦法に対する撃退方法に、なりますので、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、あとチャンネル登録の方をしていただければ動画作成 の意欲につながりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、今回は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。失礼いたします。